このビデオでは Angular 5においてユーザー認証を実現する方法について解説いたします。ここでは Firebase の認証機能を利用したカスタムライブラリーを使用しています。このライブラリーを利用されたい場合はこのデモプロジェクトのソースコードを参考にしてください。まずデモプロジェクトのソースをダウンロードする必要があります。コマンドラインで git:chrome/github.com/oauth/oauthfbservice-demo.git と入力します。ダウンロードができましたらディレクトリを oauthfbservice-demo に変更します。次に npm install と入力してこのプロジェクトをインストールします。このインストールには関連ライブラリーをすべてダウンロードしますので若干時間がかかります。npm 自体も更新せよとのメッセージが表示されましたので npm も更新することにします。次に Firebase の認証用設定データを取得する必要があります。もちろんこれは Firebase のアカウントと自分用のプロジェクトが必要になります。アカウントをお持ちでない場合は www.firebase.com/login にアクセスしてまずアカウントを作成しさらに自分用のプロジェクトを作成しておいてください。プロジェクトが作成できましたら左パネルのプロジェクトオーバービューを選択します。次にメインパネルのウェブアプリに Firebase を追加をクリックします。すると API キーなどの認証用パラメーターが表示されます。コピーボタンを押してクリップボードにコピーします。次にコマンドラインでコードドットと入力し Angular の一般的なコードエディターである Visual Studio Code を開始します。左のパネルでソースディレクトリを開きさらにそのサブディレクトリの Environments を開きます。するとenvironments.ts ファイルがあります。このファイルを開き Firebase キーワードを追加します。さらにコピーしておいたパラメータを貼り付けます。赤い下線が表示されますがこれは TSLint のウォーニングメッセージです。そこでダブルクォーテーションをシングルクォーテーションに変更します。赤い下線が消えました。OK です。Ctrl S と入力してこのファイルを保存します。次に Firebase においてユーザーの認証方法を選択する必要があります。ブラウザーに戻って左側のパネルのデベロップの下のオーセンティケーションを選択します。次にメインメニューでログイン方法を選択します。すると電子メール、電話、Google、Facebook、Twitter、GitHub、匿名などの多くのログイン方法が表示されます。目的のログインメソッドのステータス列で無効を有効に変更して使用可能にします。ここでは電子メール、Google、Facebook、Twitter、GitHub を使用することにします。VS コードに戻り、Ctrl+Alt+Key とタイプして、VS コード内で別のコマンドラインを開きます。このコマンドラインで ng-serve と入力して、ローカルサーバーを起動します。起動しました。ブラウザーに戻り、
http://localhost:4200 にアクセスして初期ページを開きます。するとデフォレットのページが開き、ホームワークスというメッセージが表示されます。次にこの URL も localhost:4200/sign-in に変更します。このページはログイン方法をテストするためのページです。このページではデベロッパーツールを開き、Chrome では Ctrl+Shift+I と入力します。そしてコンソールタブを選択します。まだログインしてない場合は Is Authenticated False が表示されます。ログイン Google ボタンを押してみてください。もちろんこの場合、事前にログインメソッドを有効にしておく必要があります。すると Google ログインのポップアップウィンドウが表示されます。ユーザー認証に成功すると Is Authenticated が True に変更になります。次に Get Status ボタンをクリックします。すると Get User ボタンとログアウトボタンが表示されます。ログアウトボタンをクリックすると Is Authenticated False に変更になります。次にログイン Facebook ボタンをクリックしてみてください。別の認証用トークンが表示されます。ログアウトボタンをクリックすると Is Authenticated が False に変わります。次に Get Token by Local Storage ボタンをクリックすると、ローカルストレージに保存されている現在の認証用トークンが表示されます。ここではトークンはありません。次にログイン GitHub ボタンをクリックしてみますと、GitHub ログインポップアップウィンドウが表示されます。再度 Get Token by Local Storage ボタンをクリックしてみると、ローカルストレージに保存されている現在のトークンが表示されます。この機能は役に立ちます。例えば、ユーザーが別のウェブページにアクセスしても、このストレージトークンは再度利用することが可能です。ご清聴ありがとうございました。